メイ、メイちゃん、メイ、メイちゃん、メイ、メイ様。誰？なんだか懐かしい声。ここはどこ？私どうして？メイ。え、あなたは？待って！私どうして？この音。あ、そうだ！赤い月見上げる君。赤い月、やけに明るい夜だった。祭りの夜、運命の時。ああ早く帰らなきゃって思ってたのに。さあさあ酔ってらっしゃい、見てらっしゃい。西洋技術の博士が送る世紀の大マジックショー。引き寄せられるように私はそこにいて、全てをこの世から消してしまう。まか不思議なこの箱で草履、飛行機、戦車まで何でも消してご覧に入れましょう。はい、そこの可愛らしいお嬢さん。え、私？そう、あなた。まか不思議なこの箱は君をどこへと誘うか。3、2、1。何でも消してご覧に入れましょう。そう、そして気づいたら、今でいう日比谷公園かな。日比谷公園、なんでそんなところに。はい、プレゼント。ごまかさないで。ああ、種がバレちゃう、バレちゃう。あの、駅どこですか？駅？駅ね、どこ？ああ、新橋ステーションなら。なんで英語混じり？でも、電車は通ってないよ。は？この時代の路面鉄道は馬が動力なんだ。日本ではまだ電車は実用化されていないからね。あなた何言ってるんですか？ほら、見てごらん。うわぁ、どういうこと？まあ早い話、ここは明治時代の東京なんだ。君は僕のマジックによって平成から明治へタイムスリップしてしまったというわけさ。明治？そう、明治、平成、昭和、大正、明治。帰ります。ああ、ちょっと待った。帰るってどこに？決まってるでしょ、言えよ。私の家。え、あれ、家がわからない。どうして？まあ混乱するのも無理ないよ。時代を超えるっていうのはなかなかのお仕事だからね。ここは落ち着いて。落ち着いてなんか。もしかしてお腹が空いてるの？もう最悪。いいこと思いついた。いいこと？うまくいけば僕たちは豪勢な夕食をただ食い。ただ食い？ああ、じゃなくてご馳走してもらえるかもしれない。さあ行こう。あの、あなた名前は？え、名前？名前、僕の名前はチャーリーだ。チャーリー？お嬢さんの名前は？私はメイちゃん。あやづきメイ。え、なんで知ってるのよ。あやづきメイちゃん、到着です。ここは？鹿鳴館、なんか聞いたことがあります。教科書にも載っているぐらい有名だからね。明治政府が建てたいわゆる社交界会場だよ。本物？もちろん本物。
ものさ、パーティーの真っ最中。ようこそ鹿鳴館へ。ほら見て、美味しそうなステーキにローストビーフ。ステーキにローストビーフ。あ、すまない、大丈夫かい。はい。怪我は大丈夫です。なら良いのだが。私に何か。大貝さん。おお、春草。勝手にいなくならないでください。何か絵の題材になるようなものはあったのかい。目が痛くて絵の題材を探すところではありません。ここは空気が悪すぎます。この声。それは残念だ。たまには俗物に触れてみるのも良いと思ったのだけどね。またあなたは公衆の場でそんな問題発言。なんだか懐かしい。で、このご婦人は。今知り合ったばかりなのだよ。ちょうどお茶にでも誘おうと思ったところでお前という邪魔が入ったというわけだ。大貝さんは相変わらず前衛的なものがお好みなようですね。前衛的。でも今夜は十分油を売りましたよね。さっさと帰りましょう。あ、こら待たないか春草。いきなり有名人とご対面だね。有名人。そう、今のは森林太郎。知らないけど。小説家の森大貝と言った方が分かりやすいかな。森大貝、聞いたことある。一緒にいたのは日本画家の菱田春草だよ。菱田春草。聞いたことない？日本絵画の近代化を促した画家だよ。菱田春草。他にも今夜のパーティーはすごい顔ぶれを揃えているようだよ。ほら、あそこにいるのは幻想作家の泉鏡花だ。泉鏡花。はあ、不衛生だな。どいつもこいつもよくこんなところで食事ができるよね。ウサギ、肩に乗ってる。仮装パーティー。誰あんた。ああ、何。何でもないです、ごめんなさい。おや、京香ちゃんじゃねえか。なんだ川上か。なんだなんだ、冷てえじゃねえか。お前の唯一の友人とこうして相まみえたっていうのに。僕をちゃん付けで呼ぶようなやつ友人にした覚えはないよ。そう言うなってやった。彼は川上音次郎、新進気鋭の若手役者だよ。男前のだけじゃなく、女方をやらせたらどんな女性よりも美しいって評判さ。京香ちゃん待ってよ。チャーリーさんってこの時代の人？いや。じゃあどうしてそんなに詳しいの？この時代に来たのはこれが初めてじゃないからだよ。あの、この時代ってやっぱり明治時代。明治時代。さっき説明したよね。そんなにすぐに信じられないよ。何なのこれ、夢じゃなかったら私死んじゃったとか。え、お化け。どうしたの？お化けでも見たような顔しちゃって。ううん、私はまだ死んでなんか。お化けがいたの？どこどこ。あいつ、お化けが見えるんだって。やめてください、お化けなんていません。ちょっと待ってください、そこの娘さん。あなたは今お化けはいないとおっしゃいましたね。ああ、失礼、私はこういうものです。東京帝国大学文化大学英文科講師、ラフカディオハン。ラフカディオハン。日本名小泉八雲です。小泉八雲。お化けはいない、そう断言するのは実にたやすいことです。しかし私がかつて出雲にいた頃、いえその前に加賀のクケドに出向いた時の話をしましょう。そこには地蔵の泉と呼ばれる死んだ子供の亡霊たちが飲むお乳の泉があり、その岩屋の奥、青白い石地蔵が微笑んでいます。なんか怪談話が始まってるんですけど。さらによく見ると長さ10センチほどの小さな足跡があるではありませんか。これは夜の間に死んだ子供の亡霊たちがつけた足跡である。ファンタスティック、ロマンティック、そうエキサイティング。小泉、なんだその女。これはこれは警視庁ようらかの藤田五郎警部補ではありませんか。藤田警部補。チャーリーさん、ようらかって。今夜も見回りご苦労様で。あれ、余計な挨拶はいい。チャーリーさんどこ行ったの。この女は誰だ。誰ってそれは。ああ、
どちら様でしたでしょうか、娘さん。私はそのなんと奇烈な様相。奇烈な様相。どこからいらっしゃいました。その現代。現代。いや、そのお名前は。待て。なんだよ。どこの門閥の者だ。門閥。助けてください。ええ、任せてください。どけ。おお、まさとね。ごめんなさい。答えなければ管理公共の罪に問うぞ。管理、ちょっと何言ってるのかわからないんですけど。ちょっと藤田さん。藤田警部補、答えろ。まあ早い話、君は僕のマジックによって平成から明治でタイムスリップしてしまったというわけさ。どうしたらいいの。黒い夜空覗き込む瞳のように輝く赤い月、誘われて迷い込んだ明治東京。下がってる。なんだかドキドキします。好きな人のためだ。また来るよ白雪。黒猫を見つけてほしいのだ。君に一番に見せる。さまよい歩く深い森、思い出が浮かんでは消える。時間でもこの手すり抜ける。あの日の記憶、自分のことさえ嘘のよう。それでもこの思いだけは真実だから。霞む景色ちゃんの名前は綾月芽衣というのだね。先ほどは助けてくださいましてありがとうございました。僕は陸軍の軍医もやっている。藤田五郎警部補の説得はそう問題ではない。軍医だが、コリスちゃんの自分の名前以外自分に関することは何も思い出せないのは厄介な問題だね。はい。記憶喪失。そんな病気があるんですか。あいにく僕は脳神経の専門ではないからね。あの大貝さんは小説家じゃなかったんですか。うん、まあいろいろだ。
いろいろ。牛込の陸軍軍医学校で衛生学を教えている。春草は東京美術学校に通っていて、僕はそこに美術解剖学の講師としてたまに行くのだ。じゃあお二人はその美術学校で知り合って。違う。え、俺と鴎外さんが出会ったのは、鴎外さんが東京美術学校の講師になる前だ。確かお前がうちの目の前で猫を口説いていたんだっけな。猫を口説く？別に口説いてんのか。いやあれは実に熱烈な求愛だった。求愛？ああ1年前のことだ。僕が牛込の陸軍軍医学校から帰ってきたその時、屋敷の前で猫の鳴き声がしたんだ。そこには一匹の黒猫がいた。欧米では黒猫が前を横切ると不吉なことが起こると言われているらしいが、その時僕の目の前を横切ったのは春草だったんだ。ああなんて素晴らしいんだ。黒く光る艶やかな毛並み、指な流線描くしなやかな体、妖艶な金の瞳は見るもの惑わす。これぞまさに究極の自然美、神の作りたもうた芸術品だ。春草はいい被写体を見つけると人格が変わってしまうのだ。返せ。そう、そのポーズ、君と出会えた今日は最高だよ。我が人生最良の日。動かないで、そのままそのまま、もっと目線をこっちに。いいよ、いい感じだ。軽く顎を上げてみて。前足じゃない、そう顎だ。綺麗なヒゲだね。ヒゲ、張りと腰があって栄養が行き届いてる。栄養、さてはカツオが試食かい。違う。よし、今度は肉球を見せてみようか。ないです。なーに、恥ずかしがることはないよ。君の美しい姿をそのまま描いておきたいんだ。おー、ごめん、落ち着いて。わー、分かった。もう触らない、肉球はやめておくよ。肉球はさすがにやりすぎた。その代わり今度はそのしどけなく長い尻尾、もう少し上げてみて、目線を。そう、そのポーズ、君と出会えた今日は最高だよ。我が人生最良の日。少しで書き終わるのに。というわけだ。別にそんなこと話さなくても。二重人格。何？いえ、あんな取り乱した状態だが、描いていた絵は素晴らしかった。従来の日本画にはない新しい手法で、どことなく西洋絵画の趣さえ感じられた。僕は一刻も早く完成した絵が見たくなってね。それから春草は我が屋敷で絵を描くようになったのだ。この家で。コリスちゃんも記憶が戻るまでの間、ここで生活するといい。いいんですか？自分の家がどこかもわからないのだから仕方がないだろ。なあ春草。居候の俺に依存はありませんよ。よかったね、コリスちゃん。そのコリスちゃんっていうのは。ニックネームだ。ニックネーム。ああ、フランス人が恋人のことを動物や野菜の名前で呼んだりするだろ。例えばモンプティシュとか。モンプ。僕の小さなキャベツちゃんという意味だ。キャベツちゃん。その顔だよ。頬を膨らませてまるでコリスのようではないか。さてはこの中はどんぐりかな。別に私鴎外さんのコリスじゃないし。よし、コリスちゃん、お前には僕のいとこが使ってた部屋を貸そう。あそこだ。中にあるのは自由に使っていい。なんでよりによって俺の隣なんですか？それはこの屋敷の中で一番日当たりがいい部屋だからに決まってるだろ。客人には最高のおもてなしをするのが主の務めだ。はあ。では案内して差し上げたまえ。俺がですか？よろしくお願いします。さっさと行くよ。はい、ちょっと待った、春草。何ですか？
エスコート役なのだから彼女の手ぐらい取ってあげるべきではないのかい。部屋まで案内するだけですよ。それが紳士的振る舞いというものだ。これからの日本男児には西洋的処これからの日本男児には西洋的所作が求められる。できる限り女性は大切に扱いたまえ。わかりましたよ。うん、よし。近づくの。おぼろの時、もののけが出る時間ですからね。あのさ、はい、早く来なよ。あの、電気とかつけないんですか。ひょっとして暗闇が怖いとか。はい。子供じゃあるまいし。すみません、でも誰でも怖くないですか。だって小泉お、藤井田さん、そこへ何をしている。え、近すぎるだろう。私はもののけの話をちょっと聞こうかなと。誰に向かって話をしていたんだ。それはお化け。お化け。お化けとかいたら怖いじゃないですか。俺は玉寄りじゃないから見えないし。玉寄りって何ですか。お前は玉寄りではないはずだが。ええ、もののけに話していたわけではありません。皆さんに玉寄りやもののけについて教えて差し上げようと思いまして。皆さん、皆さんとは誰のことだ。おや、その目は節穴ですか。誰が来た。はい、皆さん、もののけ大好きっ子、私小泉やくもによりますもののけ講義始まります。たまよりって何ですか。たまよりって何ですか。お化けが見えちゃうの。そうなんです、見えちゃいます。普通の人には見えないはずのもののけの姿、はっきりと見えちゃいます。もののけを見ることができるから玉よりは貴重な存在なんだ。そのもののけが出るのは特に日没から明け方にかけてのおぼろの時です。おぼろの時とはものの姿が霞んではっきりしない時のこと。おぼろの時はお化けのカーニバルのようなものです。楽しそうでしょ。おぼろの時になるともののけたちが動き出す。このように小説から抜け出した化けの神へ、物に魂が宿ったつくも神、あなたの後ろから近づいて悪さをすることだってある。だから俺たちよらかの人間が取り締まって。はい、皆さん、おぼろの時を出歩く時はどうぞお気をつけください。もののけが普通に出るってことですか。そうだけど。はい、皆さん、もののけショーご感激ありがとうございました。いつからもののけショーになったんだ。
ほら、そこの廊下にも。いや、冗談だけど。関節。ごめんなさい。だから俺は玉寄りじゃない。もののけなんて見えないよ。冗談なんてやめてください。君、意外と繊細な神経してるんだね。性格はずうずうしいのに。ずうずうしい？自覚してなかったの？はい。本当に覚えてないの？自分のことも家族のことも。すみません。いや、俺が悪かったよ。ただでさえ心細いだろうに、脅かしたりして。何？自分のことすら覚えてなくて言うのもおかしいんですが。何？春草さんの声聞いてるとなんだか懐かしい気持ちになるんです。え？なんででしょう？そんなの知らないよ。そうですか。そうですよね。ほら。え？大貝さんに怒られるから。ありがとうございます。それと、部屋に戻ったら着替えた方がいいよ。着替え？その服変だから。変ですか？足なんか出して、みっともないからやめなよね。みっともないって、そりゃそうだよね。今は明治時代なんだもの。なんだよ、懐かしくなるって。不思議。初めて会ったっていうのに。こうやって空を眺めてると変なやつ、全部夢みたいに思えてくる。ここは明治時代の東京なんだ。君は僕のマジックによって平成から明治へタイムスリップしてしまったというわけさ。早く帰らなきゃ。ああ、ちょっと待った。帰るってどこに？ねえ、京香ちゃん。京香ちゃんって呼ぶな。いいじゃないか、お友達なんだから。女装した芸者なんか友達じゃない。劇団をでかくするにはこうやって稼がないと。ほら、女形の稽古にもなるしね。僕の断りもなしに勝手に戯曲を上演するなんて。あの舞台が成功したことであんたの名前も多少売れたんだ。何？逆に感謝してほしいくらいだよ。開き直るなよ。ガーン、汚いソウルだ。次の舞台もあんたの戯曲でやるからさ。だから勝手に決めるな。よろしくね、京香ちゃん。あと京香ちゃんって呼ぶな。そうだ、京香ちゃん。だから、あんた、小曲祭天一って知ってるかい？誰それ？
最近人気の奇術師さ、彼が現れると近くの劇場がガラガラになっちまうほどさ。この間見に行ったんだけど、なかなか面白かったよ。あっそう。さあさあ寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。小曲祭天一が送る世紀の大マジックショー。今度一緒に見に行くかい？別に興味ないね。え、京香ちゃん見てよ。さあさあ今日の記念に希代の奇術博士小曲祭天一印の奇術セットはいかがでしょう？それさえあれば今日からあなたも天才奇術師。さあいらっしゃい、いらっしゃい。あ、いた。いやーめいちゃん、僕の奇術ショーを見に来てくれたのかな。は、よし行くよ。ほら弾いてみて。どう？マジックなんてもうゴリゴリです。ああ投げないで、いいねその冷たい目、たまらないよ。気持ち悪い。気持ち悪くない。あの話があるんだけど。はて話とは？何すっとぼけてるの。私を現代に返して。ああ、私をここに連れてきたのはあなたなんだから、返すことだってできるでしょ。帰りたいんだ。現代での自分のことなんてほとんど忘れちゃってるのに。それは…ねえ、めいちゃん、今日は楽しかった？現代に戻れば全部思い出す。確かに君の記憶が曖昧なのは一時的なものだ。現代に帰れる頃には全てを思い出してるかもしれない。現代に帰れる頃？ああ、今すぐには帰れないの。時空を飛ぶような大掛かりなマジックはある程度の準備が必要なのさ。準備？リスクは回避したいからね。できれば昨日と同じ条件下でマジックを行うのが好ましい。同じ条件って？あの月を見て。メイ見て、あの月。あ、すごく綺麗だよ。満月だった月がもう。1ヶ月後の満月の夜、それが現代に戻るチャンス。その時に君がまだ帰りたいと願うなら、僕は君にもう一度だけマジックを仕掛けよう。というわけでまた1ヶ月後に再チャレンジしてみようと思うんだ。1ヶ月も待たなくちゃならないの？まあゆっくり考えなよ。1ヶ月なんて長いようできっと一瞬だけどね。考えるメイ。1ヶ月後には君の記憶もだいぶ戻っているだろうし、逆にこの時代の記憶も植え付けられてるだろう。考えるって何を？メイ。僕はね、君がこの時代にいる間は幸せに生活してくれることを望んでいるんだ。知ってる？何が？メイってお化けと話せるんだって。何それ？それこそ現代に帰るのが嫌になるくらい。ちょっと目立とうとしてるんでしょ。ここで楽しい毎日を送ってくれたらいいなって思ってるんだ。でも本当だったらどうする？どっちにしろ気持ち悪い。どういう結論を出すかは君の自由だ。ただし現代に戻ったらもう二度とここには戻ってこられない。僕のマジックはあと1回が限界なんだ。あと1回？あと1回。分かった。じゃあ1ヶ月後にまたここに来ればいいのね。そう。よく独り言喋ってるし、あの子変わってるよ。たった1ヶ月だけど明治での生活もきっと楽しいよ。
だから笑ってよ、メイちゃん。一ヶ月か。ん？犬？うわあ！来るな！来るなって言ってるだろう！あっち行け！し、し、し！あの人、確か！ひゃあ！だ、だ、助けてお、ほらね、いい子だからあっちに行きなさい。行くよ！えいっ！よかった、もう大丈夫ですよ。ちょっとあんた、はい、僕は別に犬が怖かったわけじゃないんだからな。え、あんな小さな犬怖いわけないだろ。飼い犬にでもしようかなって思ってたくらいなんだ。ほら、ゴロおいで。よし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 、おい舐めるな、ゴロ舐めるなよ。ったくこいつは。じゃあもう一度探して連れてきますね。いや、いい、行くな。え、行かないで。でももういいって言ってるんだ。ハウス、ハウスだこのグズ。え、別にどうしても飼いたいってわけじゃなかったからさ。犬の真似、動物お好きなんですね。なんなんだよこいつ。それにほら、白いウサギさん。あ、あんた鹿鳴館にいた変な子、泉京香さんですよね。あの時も肩に同じウサギさんを。やっぱりあんた見えるの。え、このウサギが見えるのかどうかって聞いてるんだよ。見えるも何もそこにいるじゃないですか。見えるに決まってます。見えないんだ、普通だったら。は、メイってお化けと話せるんだって。まさかあんたも玉寄りだったのか。玉寄り、気持ち悪い。いやいやいや、私にはもののけは見えません。でもあんたは。このウサギが見えている、普通の人には見えてない。このウサギはつくも神、つまりこの子はもののけだ。つくも神、どうして、なんで私にもののけが見えるの。玉寄りだからだよ。このウサギが見えている、普通の人には見えてない。だからあんたもこの僕と同じ玉寄りというわけさ。玉寄り、私が。あんた何者？わかりません。わかりませんって。わからないです。ごめんなさい。さよなら。おお、ちょっと待ちだってば。びっくりした。あれ、ここどこ？こんなに暗いと道がわからない。何？誰かいる？ああ、やっぱり俺たちが見えるんだ。え？こんな夜更けに一人で何してるの？ちょっと道に迷っちゃって。へえ、それなら案内してあげるよ。誰？その代わり。お前の肉を食べさせて。逃がさないよ。肉を食わせろ。あれは。いただきます。娘、下がっていろ。怪我はないか。ありがとうございます。玉寄りのくせにおぼろの時に出歩くからこうなる。どういうことですか。玉寄りにはもののけが寄ってくる。そうなんですね。お前は確か鹿鳴館であった。あの時の不審な娘だとは思っていたが、まさか玉寄りだったとはな。私
本当にもののけが見えるんだ。何をブツブツ言っている。あの藤田さんも玉寄りなんですよね。俺は玉寄りではない。え、でも。だが幸か不幸か、この俺のサーベルはもののけを打ち出し、消す術を持ち合わせている。出なければようらかは務まらんがな。ありがとうございます。で、こんな時間に何をしていた。家に戻るつもりが道に迷ってしまって。お前は確か森軍医の。そうです、大貝さんの。森軍医の屋敷ならそこだが。え、すみません、ありがとうございました。本当に私どうしちゃったんだろう。いきなり明治時代に来ちゃったり、もののけが見えちゃったり。あの子、お化けが見えるんだって。しかもずっと。へえ、大変。おはよう。あ、春草さん、おはようございます。昨日は随分帰りが遅かったみたいだね。はい。あまり遅くまで出歩かない方がいいと思うけど。そうですよね。ん？どうしたの？何か思い出したとか。あの、私、もののけが見えるみたいなんです。それって、君、玉寄りってこと？そうみたいです。何か見たの？昨日の帰り道に、もののけに襲われました。どうしたんですか？目大丈夫ですか？いや、俺のことより君襲われたって。でも、ようらかの藤田さんが助けてくれました。まったく、玉寄りのくせにおぼろの時に一人で出歩くからだよ。あの、信じてくれるんですか？嘘つき。何が？私が玉寄りだってこと。なんで？目立ちたいだけです。だってその、私自分の記憶ないし、最初変な格好だったし。お化けが見えるなんて気持ち悪い。嘘ついてるかもしれないじゃないですか。嘘つきの目はしてないから。え、はい、ありがとうございます。玉寄りか、むしろ羨ましいよ。え、羨ましい？おお、二人ともおはよう。あ、大貝さん。おはようございます。いや、今日はいい天気だな。本当ですね。私、洗濯物をしてきます。ん？ほら、春草も。はい。実にすがすがしい朝、空気が澄んでいる。こんな日はきっととても気持ちがいいだろう。コリスちゃん、どうしたのだい？どうしたんだい、コリスちゃん。何、もののけが出た？落ち着きなさい。一体何があったんだい？大貝さん、裸です。うん、裸だね。早く服を着てください。いや、そうは言われても、これから行水をするのだが。行水いかにも。クリスちゃんも一緒に営業します。うん、男の裸を見るのは初めてかい？足からずも良いではないか。お前が一心まとわぬ姿になろうと、僕は医者だから気にしないよ、クリスちゃん。いえ、結構です。そう言わずにね。大貝さん。おー、春草。
もうそのぐらいにしてあげたらどうですか。うん、分かったよ。コリスちゃんがあんまり可愛いんでからかいすぎてしまった。おい、手伝ってくれ。かしこまりました。悪かったね、コリスちゃん。行水は後にしよう。あ、いえ、私は部屋に戻るので、どうぞその行水ってやつをしてください。いや、実はそれよりもコリスちゃんにお願いがあるのだ。何ですか。猫を探してもらいたい。猫。大貝さん。昨夜、藤田五郎警部補から聞いたのだ。何をですか。コリスちゃんが、玉寄りだとね。それが何か。探してもらいたい猫は、玉寄りにしか見えないのだ。待っているので、探してもらわなくても結構です。展覧会までもう時間がないだろう。展覧会。猫の手ならぬ、コリスちゃんの手も借りよう。どういうことですか。その猫は化けの神といってね、春草の絵から逃げ出したのだ。絵から。まあそのあたりの説明は飼い主より。別に飼ってるわけじゃないんで。では飼い主より。はい。創作物に魂が宿ると化けの神と呼ばれるもののけになるんだ。特に絵とか彫刻とか小説とか。そのもののけに逃げられちゃうとどうなるんですか。化けの神が絵の中に戻ってこなければ、その絵は一生完成しないことになる。え？いつも完成間近のところでいなくなるんだ。ま、いつかは戻ってくるかもしれないけど、どの道俺には待ってることしかできないし。というわけでコリスちゃんには黒猫を見つけてほしいのだ。これは春草が展覧会に出すための絵だ。ほら。すごい。大貝さん、まだ途中なんですから。つまり何としても黒猫が帰ってこないとな。じゃあその絵が。ああ、春草さん、その絵を展覧会に出すんですか。まあ、もう半分諦めてるけど。ダメですよ、諦めたら。え？諦めたらダメです。私頑張って黒猫見つけますから。いや、いいって。よくないです。せっかく描いたんですから見つけないと。私、完成した春草さんの絵見たいです。途中って言ってもこんなにすごいんですもん。完成したらきっと。春草、ここはコリスちゃんの力を借りよう。わかりました。よろしく。わかりました。あんた、お化けが見えるんだって。よかったな、春草。嘘に決まってるよ。春草さんも大貝さんも信じてくれたんですよね。ん？私が玉寄りだって。嘘つき。私、黒猫必ず見つけてみせます。ん？腹が減っては猫は探せぬか。空腹のコリスちゃんにご馳走しよう。何が食べたい？え？どんぐり。そんな ごちそうだなんて。遠慮せずに、さっき困らせたお詫びも兼ねて。はい、立って。ほら。じゃあ、牛丼とかでいいです。牛丼。え？牛鍋のことかな。あ、牛鍋サービス定食とかですか。牛鍋サービス定食。あ、でも700円とかなんで。700円。税込みで。税込み。なんでもありません。とにかくコリスちゃんは牛肉が食べたいのだね。はい。牛肉といえばやはりイロハだ。早速連れて行ってあげよう。はい。遠慮とかないんだな。え？さあ、着いたぞ。ああ熱々熱した鉄鍋に豊かに空が新鮮な、はい、お肉とお野菜を疲らせる至高の一品。京香ちゃん、早く。今日は藤田さんのおごりでいいですね。クイズに来そう。くつくつ煮立てば客の口に届く至福の
と時。どんどん食べるがよい。こんな贅沢なものよくバクバク食べれるよね。アメイジング、ジャパニーズビーフの美味しさは世界ナンバーワンですね。黙れ小泉、静かに食べろ。いいか、むやみに箸を伸ばすなよ。鍋のここからここまでは僕の陣地だからな。何が陣地だ、鍋の具材はここにいる全員の共有財産だろ。オーガイさん、俺の肉を勝手に取らないでください。やあ、シュンソー、何ですかそのテンションは。いや嬉しいんだよ、春草のご飯が食べられるのが。まったく。ええ、何ですか、食べましょう。あ、これ俺の肉ですよね。うん、そうだよ。勝手に取らないでください。うん、ごめん。いや、分かればいいんです。あ、本当、よかった。何ですかその笑顔は。まったく。何なんですか、困らせたいんですか。うん、ムンって。あなたって人はまだきっかけゼリフ言わないよ。大貝さん、ん、言わないつもりですか。ああ、そうですか、そうですか、すいません。はい、お待たせいたしました。くそ、特別メニューをお願いします。はい、本日のメニューは腕相撲対決でございます。うん、腕相撲、食べ物じゃないんだね。特別メニューでございますので。ダメ、どうやるんですか。あ、肘をしっかりついていただいて、相手の甲を机に叩きつければ勝ちでございます。わかった、ご準備よろしいですか。ああ、大貝さん、それでは。ん、手加減なしで。あ、わかった。それではよーい、始め。頑張れ春草。大貝さん、その程度ですか。頑張れ春草、そうだ、頑張れ、頑張れ春草、君ならできる。あ、いいぞいいぞ、頑張れ、そうだ、君ならできる。さあ頑張れ。大貝さん、うん、なんだい。ビクトも動かないんですけど。大丈夫だ、まだいける。大貝さん、まだいける。俺一応絵描きなんですけど。大事なに来て。うわ、頑張れ。もっと力強い線が描けるようになるかもしれないぞ。よし、頑張れ、頑張れ、頑張れ、いいぞ。大貝さん、終了。あ、楽しかった。勝者春草様。全く勝った気がしないんですけど。え、そして負けた大貝様はこちらをお召し上がりいただきます。あ、新作だ。お疲れ様でございます。うん、これは何だい。トマト果汁茶漬けでございます。大貝さん、はあ、後悔するんですね。さっきまでは楽しかったのにな。あれ、なんかいつもよりも量が多い気がするんですけど。そうだね、残り全部使ったのかな。さっさと食べてください。わかった、いただきます。僕こういうの苦手なんだよな。大貝さん、駆け込んでくださいよ。ガガ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 ガ、全然減ってないじゃないですか。食べてくださいよちゃんと。いや俺これダメなんだよな。残さず食べてください、お店の人にも迷惑かかりますよ。そうだね、はい。はい、はい、頑張ってください。もう少し。はあ、ごちそうさまでした。
ン屋さんなのに右腕が痛くなるってどういうことですか。ああ、元気な春草が見れた。いやしかしコリスちゃんは本当に牛肉が好きなのだね。はい、ほんと贅沢なやつ。僕も好きだよ。特にイロハの牛鍋は格別だ。とっても美味しかったです。でもあの店ちょっと暗くなかったですか。ん、鴎外さんの家の廊下でも思ったんですけど、うん、もっと明るく照らした方が雰囲気も良くなるのに。それにお肉の美味しそうな色も目立つと思うんです。うん、こんな居候は初めてだね。もっとたくさん電気を使って。君何言ってるの。まだ電気は不安定だからね。そうなんですか。だがコリスちゃんの言うようにもっとたくさんの電気が使えるようになる。僕の知り合いで岩崎藤介という男がいてね、慶応義塾で電気の研究をしているのだが、彼もそう言っていたよ。岩崎藤介。ああ、福沢諭吉先生のお気に入りだ。福沢諭吉。呼び捨て。それなら知ってます。1万円の人ですよね。1万円。1万円札。1万円札。あ、そっか、なんでもないんです。いや、金銭感覚といい、牛肉を好む味覚といい、やはりコリスちゃんはどこか平民離れしている。一体お前は何者なんだろうね。あ、いや、ね、それはえ、猫。え、今、猫の鳴き声しませんでした。あ、ほら、いた、あれ、黒猫。おお、満腹効果的なる。どこ。あそこです、あそこ。え、どこ。え、どこ。いや、ちょっとこっち。え、そっち行くの。こっち。そっち電気通ってないよ。暗いよ。おお、こうして見ると二人はなかなかお似合いではないか。フチテさーん。もののけめ。もう完了。小泉。フチテさーん。くそ。取り逃がしたか。何をしていたんですか。もののけがいたんだ。もののけ、どこ、どこですか。全くしらじらしい。猫のもののけがいたんだ。お前のせいで取り逃がしたかな。猫を切るなんてひどいじゃないですか。ただの猫ではない。なんですか。え、ただの猫ではない。え、猫好き。もののけだ。すべてのもののけが悪さをするわけではありません。罪のないものまで切らなくても。罪を犯してからでは遅い。もののけだ。起きろって京香ちゃん。たく、京香ちゃん、起きてよ京香ちゃん。あ、何、もののけになって踊ってる夢見てた。はあ、そんな悪夢見てる暇あったら台本書き上げろよ。は？新作の戯曲だよ。もったいぶらずに渡しておくれ。勝手なこと言うな。早いとこ役作りに入らなきゃならないんだ。僕は別に。
川上一座のために戯曲を書いてるつもりなんかこれっぽっちもないんだけど。ああやだやだ、何言ってんのかねこの子は。この子、戯曲は役者に演じられてなんぼだろう。心配しなくても、私が白雪って役にバッチリなりきってあげるからさ。白雪って、あ、なんでその役目知ってるんだよ。それはあんた人の戯曲を盗み見たら。見せてくれないんだから仕方ないだろ。それになんだこの紙吹雪、小道具。じゃあ時折流れるこの音はなんだ。音響、開き直るな。やしゃが池、あの戯曲は世紀に残る大傑作だよ。読んでる間まるで池に取り込まれるような不思議な感覚があった。だから早く。分かってるよ。書き上げられない理由、また化けの神が逃げ出したかな。京香ちゃんも大変だ。あれ、どこ行ったんだろう。さっきまでいたのに。ねえどこ、出てきて。落とし物かい。え、あ、いえ。あれ、あんたどっかで。あ、私もどこかで会ったような。どこだっけ。こんなに綺麗な人、一目見たら忘れないと思うんですけど。あ、そりゃどうも。え、女に口説かれるなんてびっくりしたよ。別に口説いたわけじゃ。こんなおぼろの時に一人で何を探してるんだい。黒猫を探していて。黒猫。あ、普通の人には見えないんです。でも私には見えるみたいで。あんた玉酔いなのかい。そうみたいです。へえ。その黒猫、そんなに大事な猫なのかい。え、ずいぶん一生懸命探してるからさ。ああ、あの絵から逃げ出しちゃったみたいで。化けの神。はい、絵を描いている人が困ってるから。それでそんなに。化けの神になるってことはそれだけ大切な作品だもんね。はい。丹精込めて描いてきた、まるで本当に存在するように、丹精込めて描いたんだ、生き生きと存在するように、精込めてだけどいつだってこうなんだ、出来上がる前に消えてしまう、あともう少しだったのに。どうにかしてあげたいんだけど、私には何もしてあげられない。描いたものが消えてしまえば、描かなかったことと同じ、魂込めて描いたんだ、もう二度と同じものなんて描けない。ああ。でもあんたは化けの神を見つけて絵の中に戻すことができるかもしれない。いつまでも待ってるよ、僕の元に帰っておいで、どうかもう一度描かせてくれ、今までで一番の人のためだ。頑張りな。好きな人って違うのかい。その絵描きに惚れてるからそんなに一生懸命になれるんだろう。そんなんじゃ。ああ、え、あんたやっぱりどっかで見たことが。え、どこだったかな。あの、そうだ、確か鹿鳴館で。ちょっと何してるの。周桑さん。誰そいつ。失礼な子だね。これがあんたの大事な絵描きさんかい。え、あ、いや違います、何でもありません。ふーん、そっか。じゃああんた
頑張ろうね。はい。私も頑張るからさ。ありがとうございます。ね。何話してたの？黒猫を探してるってだけです。あんなに顔近づけて。あれは。君分かってる。何がですか？あの人、男だよ。え？いや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 。でも、あのジャンプ力。あの人は川上音次郎っていう女方でも人気の舞台役者だよ。信じられない、あんなに綺麗な女の人が。それにしても随分遠くまで来たね。ああ、だってあの猫がどんどん走ってっちゃうから。いいよ、仕方がない。また明日も探しますから。見つからなかったら明後日もし明後日も。なんで君そんなに一生懸命なの？え？どうしてそこまでしてくれるの？それはだって、君が描いた絵でもないのに。絵が完成しなきゃ展覧会にも出せないし、それに。それに？好きなんです。え？周桑さんの絵。ああ。この間見たばかりなのにおかしいかもしれないんですけど、こう一目惚れっていうか、初めて見た瞬間素敵だなと思って。わかった、もうわかったよ。だから完成した絵見たいんです。化けの神になっちゃうぐらい春草さんが魂を込めて描いた絵を。もうわかったって。え？完成したら見せるよ。ありがとうございます。君に一番に見せる。春草さん、じゃあもう夜も遅いし帰るよ。あ、はい。ほらメイ、帰るわよ。え、大丈夫ですか？メイ、足元気をつけて。君はそそかしいな。ごめんなさい。メイちゃん、大切な人ができたのかな。ほら行くよ。はい。黒猫を一生懸命探したり、好きなものを好きって言ったり、昔の君に戻ってきたようだね。春草、彼女ならばひょっとしたら。メイちゃん、僕はずっと君のそばにいるよ。今日も天気がいいな。おはようございます。おー、春草おはよう。昨日はクリスちゃんとどこに行っていたのだい？黒猫を探しに行ってただけですけど。仲良しなのは結構だが、帰りはあんまり遅くならないようにな。別に仲良くなんかないですから。あ、びっくりした。春草は確か今日は学校は休みだったね。そうですけど。天気もいいことだし、コリスちゃんをどこかに連れて行ってやりなさい。俺まだ課題が残ってます。それは非常に残念だ。え？では、まあ、今日は僕がデートに連れて行くことにしよう。デート？どこに行こうかな。浅草で買い物しながらブラブラ歩くのもいいし、上野公園でのんびり過ごすのもいい。そうと決まれば話は早い。コリスちゃん、コリスちゃん。はい、春草くん。いやそのどうした？早くしないとせっかくの天気が崩れてしまうではないか。そういえば。おう、そういえば。そういえば、彼女との約束をすっかり忘れてました。なんて？オーガ、悪いんですか今日は。彼女と一緒に出かける約束をしていたんです。彼女とは？メイですよ。あ、ごめん聞こえない。メイですよ。え、もう一回言って。メイですよ。もう一回。メイですよ。メイ、メイ。はて、さっきまでそんな話はしていなかったはずだが。今思い出したんです。とにかく彼女、メイは俺と出かけるので。え？おはようございます。
ました。おお、それはそれは、春草も女性をデートに誘うようになったということかな。デート？別にそんなんじゃ。おい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 。ただ彼女が東京美術学校事業成績物展に行きたいと。物産展。いろんな食べ物が集まる。友人の横山大観の絵が展示されているんです。おお、コリスちゃんも絵の道を志すようになったのかい。え、それは素晴らしい。それじゃあ行ってきます。物産展にですか。成績物展。いってらっしゃい。いや、今日も天気がいいな。うん、ほう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 。なんだ、鶏か。クックドドドドドー。あ、ちょ、あやー、何がクックはドゥルドゥだ。です。黙れ。奇遇ですね。お散歩ですか。見回りだ。もしかしてヤマタノオロチを見張ってるとか。なぜそのことを。最近耳にした噂です。この辺りでヤマタノオロチが復活したという。趣味が終わりですか。なんだと。たまよりでないものが指揮を取る。ただの警察組織に何ができるのか。お手並み拝見です。ふん、ただ邪魔だけはするな。ついてくるな。ちょっと、私にも調査があるんです。どこか具合が悪いんですか。ああ、ちょっと目が眩しいだけ。朝方まで絵を描いてたから。あまり無理しないでくださいね。それよりどうだった。え、大観の絵は。ああ、素晴らしかったです。そうだろう。はい。ぜひまた見たいと思いました。これから先いくらだって見られるよ。え、大観はこれからの人なんだ。これから先いくらでも。ああ、メイ、君は朦朧体って知ってる。いいえ。大観の絵も俺の絵も対象物を線ではなく面で表現するんだ。これを西洋絵画の模倣と揶揄して朦朧体という専門家がいるんだよ。物の輪郭が曖昧という意味の他に模倣や顔物といったあざけりの意味も含まれている。でもね、そんな奴ら、いつか後悔させてやるんだ。あの時の春草さんの目、キラキラ輝いてた。きっと春草さんは本当に革命を起こす。だけど、その時私はここには。やあ、メイちゃん、久しぶりだね。チャーリーさん、どう？楽しくやってる？はい。よし、ほら、いくよ。シュルルルルルルン、シュパ。
どう？すごいでしょう。あれ？これ高かったんだけどな。明治時代も悪くないでしょう。それはメイ、今君はこのままここに残りたいと思ってるんじゃないかな。そんなことありません。そうかな。ねえ、ん？チャーリーさんは早く現代に帰りたいとは思わないの？難しい質問だ。現代にも明治にも良い部分があるからね。強いて言うならどっちの時代がいい？そうだな、メイちゃん、君のいる時代だ。いや、そういうのはいいから。ああ、相変わらず怒った顔も素敵だ。そのまま僕を虫けらに行って。虫けらみたいに踏みつけてやればいいんじゃないかな。冷たいね。でも誰かがいる時代にいたいっていうのは真実だと思うよ。ま、泣いても笑ってもいずれ満月になる。自分がどうしたいのか、それまでゆっくり考えてみるといい。自分がどうしたいのか。そう、帰りたいのか、帰りたくないのか、この時代でやり残したことはないのか。やり残したこと？君がこの時代にいる意味は必ずあるはずさ。その意味に気づくのがいつになるかはわからないけど、この時代に来ていろんな人と出会えたこと、それにも何か意味があるということ。出会った人たちによって君が変わったのなら、それは意味があるんじゃないかな。私変わったのかな。違ったら違ったで意味がないものなら自然と忘れる。現代に戻ればここでの記憶なんてあっという間に薄れるさ。人間の記憶ほど頼りないものもないからね。この時代の記憶があっという間に。君に一番に見せる。忘れるわけない。でも君は現代での記憶を簡単に手放したんだよ、メイ。え？じゃあまた満月の夜に。現代の記憶を手放したって私が？あれ、この池、私来たことがあるような。ねんねんよ、おころりよ。この歌、坊やは良い子よ、ねんねしな。なんだか坊やのおもりはどこへ行った。懐かしい。あの山越えて里へ行った。そうだ、お母さんが、お母さんがよく歌ってくれた。ほらメイ、柱台の、危ないでしょ。え？里の宮に何もろた。車に轢かれたらどうするの？お母さん。でんでん太鼓に小の船。言うことを聞かないと置いていくわよ。お母さん！なんだよ、大きな声で。思い出した、少しだけど。でも私、現代の記憶を手放したって。あれ、
あんた。あ、京香さん。やっぱりあんたか。いきなり大きな声出すなよな。出てきちゃっただろう。龍、せっかく寝かしつけたっていうのに、あんたのせいだよこのグズ。ごめんなさい。どうしようかな。あんたを生贄に捧げて怒りを鎮めるか。生贄？こんなどんくさい生贄を捧げられたら龍神だっていい迷惑だろうけど仕方がない。龍神、ちょっとそこで静かにしてて、今寝つかせるから。ねんねんよ心りよ、坊やは良い子よ、ねんねしな、坊やのお守はどこへ行った。あの山越えて里へ行った。何なんですか今の。あんた玉寄りのくせに見てわからなかったのかよ。はい。あの龍神は僕の戯曲から抜け出した化けの神なんだよ。化けの神？じゃあ元々は京香さんが書いた戯曲の登場人物、あ、登場龍神ってことですか。正確にはまだ書きかけの戯曲だけどね。どんなお話なんですか。夜叉ヶ池。夜叉ヶ池に住む龍神白雪は千社ヶ池に住む主に恋してるんだ。恋ですか。そう。でも白雪は千社ヶ池に行きたくても行けない。夜叉ヶ池を離れれば村は水に飲まれて沈んでしまう。けれど恋に焦がれた白雪は千社ヶ池へと向かってしまう。その心を慰めるのは静かな子守歌。それがさっきの。あと少しだったんだ。あと少しで白雪は千社ヶ池に行けたのに。なのに白雪は僕の戯曲から抜け出て住処をこの忍ばずの池に移した。水の力を得た彼女には下手に手出しできないからね。こうして僕が定期的になだめてるんだ。せめて暴れ出さないように。暴れる？それでもし夜中に見つかったら消されてしまうからね。消されるっていなくなっちゃうんですか。そうだよ。そしたらどうなっちゃうんですか。さあ、川上が困るだけじゃないの。あいつのために書いてるつもりなんかないけど、龍神が池から戻らないことには戯曲が完成しないからね。もうこんな時間か。どうしよう。まだ帰ってこないなんて。春草さんの黒猫も消されてしまったら。まったく世話の焼けるやつ。あの黒猫ってどうしたら捕まえられますか。は？おびき寄せるにもキャットフードもないし。キャットフードってなんだよ。この時代の猫って何食べるんだろう。いや、カツオ節とかだろう。ああ、カツオ節か。ありがとうございます。ああ変なやつ。京香ちゃん、なんであんたこんなところにいるんだよ。白雪、ここにいるのか。恋に焦がれる龍神なんて演じてみてえもんだぜ。ああ、違うのよ。これはあなたたちのじゃないのよ。でも、お願いだからあっち行って。何してるの。あ、春草さん、
どうして？帰りが遅いから。って何このドンキ？カツオ節です。ドンキなんか持って街徘徊したらただの怪しい人じゃないですか。カツオ節を持って街を徘徊した方がよっぽど気候地見てると思うけど。確かに。まさかとは思うけど、このカツオ節であの黒猫をおびき出そうとしてる。そのまさかです。あのさ、はい、化けの神の猫でもカツオ節好きなの。え？でも京香さん、玉寄りの方が教えてくれたんです。だけど君もその玉寄りだろ。はい。ただでさえもののけに絡まれやすいのに夜に一人で出歩くなんてどうかしてるよ。でもここは屋敷のすぐ目の前だし。外は外だろ。メイ。え？なあ、京香ちゃんのところに戻ってくれよ。俺はどうしても夜叉ヶ池がやりてえんだよ。 あんたそんな執着してると取り込まれるよ。化けの神の白雪にか。メイ、手こんなに冷たくなるまで。取り込まれたらどうなるんだ。最悪の場合は帰って来られなくなるかもね。役に入り込みすぎて自分を取り戻せなくなったりとか。それは本望だぜ。惚れた役に入り込みすぎちまうなんてよ。私がこの村を沈めたら、私がこの村を沈めたら、美しい人の命もあるまい。美しい人の命もあるまい。金をつけばあだだ、金をつけばあだだ。けれどもこの家の二人は、けれどもこの家の二人は妬ましいが羨ましい。寒い。さっきから震えてる。俊曹さん、本当に取り込まれちまったかな。白雪の気持ちが流れ込んでくるようだぜ。ありがとうございます。あげたわけじゃないよ、貸しただけ。分かってます、分かってるんです。決して恋をしてはの。俊曹さん、私少し思い出したんです。え？まるで二度と会えなくなるみたいな言い方するから。ヤマタノオロチの正体は化けの神というわけですね。
首は一つしかなかったようだがな。また来るよ白雪。メイ、どうしてだろう心が締め付けられる。最初は苦手だった迷惑で、ずうずうしくて、それなのに今君のこと考えるといつもの自分でいられない。どうしてだろう心が苦しくてもどかしいよ。手を伸ばせば触れられるほど近くにいるはずなのに、どうしてだろう遠くに感じてこの手伸ばせずにいる。ヤン、大台さん、昨夜は二人とも遅かったね。一体何をしていたのだい。それは二人とも帰ってきた時少し震えていたようだが、まさか二人で行水。違います。何をしてもよいが、行水をするなら日が昇ってる時にした方がよいぞ。じゃあ俺学校行って、学校行ってきます。あ、行ってらっしゃい。メイ。え？実は黒猫を探すのとは別に折り入って相談があるのだが。何でしょうか。うん、春草は眼病なのかもしれない。目の病気ですか。目を酷使しすぎたせいかどうかは知らないが、視力が著しく低下しているようだ。やっぱり。お前も気づいていたのかい。調子が悪そうなのをよく見ますし、それに。ああ、ちょっと目が眩しいだけ。
朝方まで絵を描いてたから。僕は眼科医ではないから専門的なことはわからないが、まさか目が見えなくなるなんてことは。とにかく早いうちに適切な治療を受けさせる必要がある。春草さんはどうして病院に行かないんですか？それがわからないのだよ。よければお前から春草に一度医者に診てもらうように勧めてはもらえないかい？え？春草もなかなか意固地な男だ。説得するのは僕ではなくお前の方が適任だろう。私が？そうだ、メイ、頼んだよ。メイ、全てはお前の愛の力にかかっている。愛？お前は春草のことを好いているのだろう。あの言えない。もうすぐ帰らなくちゃならないなんて。メイ、私には帰るべき場所がある。でもメイ、チャーリーさん、私どうしたらいいの？メイ、どこにいるの？よければお前から春草に一度医者に診てもらうように勧めてはもらえないかい？時間がない。鴎外さんに頼まれた。違います、私の自主的な判断です。ま、どっちでもいいけど。ちょっと待ってください。何？一度お医者様に見てもらってほしいんです。俺の目を？はい。大げさだよ、君も鴎外さんも。もし重い病気だったりしたら、そしたら疲れ目のせいで視界がぼやけるだけ。鴎外さんにもそう伝えて。春草が手記？春草さん！春草さん、私、春草さんにはずっとずっと絵を描いていてほしいです。だから、だから。怖いんだ本当のことを知るのが、少し前からまっすぐに線を描けない。今までみたいに思うように筆が動かない。春草さん、お医者様に行かない理由は何ですか？もし病気だったら、もし絵が描けなくなったら、それを知るのがたまらなく怖いんだ。春草さん、お医者様に診てもらえばきっとすぐに良くなります。もし何かの病気だったとしても、今ならまだ間に合います。だから、お願いですから診察を受けてください。お願いします、春草さん。どうして君が泣くの？ごめんなさい、でも涙が止まらないんです。メイ、できればずっとここにいてほしい。今君の絵を描いているんだ。でもまだ完成させていない。まだ完成させたくなくて仕上げを先送りにしている。多分絵が仕上がるのと同時に、
君が俺の前からいなくなってしまう気がしたから。時間がない。私どうしたら。だけどせめて俊曹さんの黒猫を見つけられたら。娘。あ、藤田さん。お前に聞きたいことがある。聞きたいこと。消極祭天一という奇術師を知っているの？え、巷で話題だと言われている奇術師だ。あ、まあ、やつにはおぼろの時、つまり夕刻から朝方になるまでしか出会えない。え、お前はあの奇術師の素性を知っているのか？いえ、私は何も。では聞き方を変えよう。あの異形が人間を装う意図は何だ？異形？本来であれば人の目には映らぬ存在だが、奴には人と異形の境界線を越える術があるらしい。え、それって。玉よりのお前なら何か知っているのではとは思っていたのだが。そんなのわからないです。いらぬ世話だろうが一応の忠告はしておく。あの男にはむやみに近づくな。チャーリーさんがもののけってこと？あなた化けの神が絵の中に戻ってこなければその絵は一生完成しないことになる。というわけでコリスちゃんには黒猫を見つけてほしいのだ。なあ、京香さんのところに戻ってくれよ。さあ白雪、出ておいで。俺はどうしても夜叉ヶ池がやりてえんだよ。まさかあれは。もののけめ。もう時間がない。どこにいたの？どこにいたの？探したよ。探したのよ。ちょっと待って、逃げないで。メイ、白雪。そうだ、いい子だ白雪。これ親は良い子よ年々
と君のそばにいるよ。楽しかった？嘘つき。ほらメイ、走らないの危ないでしょ。お話ししてよ。どんなことでも。目立ちたいだけでしょ。車に轢かれたらどうするの？嘘つき。言うことを聞かないと置いていくわよ。お化けが見えるなんて気持ち悪い。どこに行ったの？メイ、ね、さあ白雪、全部お願い、帰ってきて。メイ、メイ、黒猫狩りに戻ったんだ。君が見つけてくれたんだね。え、ありがとう。これでやっと絵が完成する。これで展覧会に出せるよ。よかった、本当によかった。約束通り、完成したら君に一番に見せる。俊宗さん、メイ、よかった、戻ってくれて。どうしたの？私も戻りました。思い出しました、全部。よかったね。私すごく遠いところから来たんです。一度行ったら二度と帰れないくらい。もう二度と会えないっていうの？本当はずっとここにいたいです。本当は。お母さんが、家族が待ってるんです。メイ、でも人ができました。私嫌だよ、君の顔を見れなくなるのが怖いんだ。絵を描けなくなるのと同じくらい。ここで楽しい毎日を送ってくれたらいいなって思ってるんだ。ずっと見ていたい、君の顔、君のそばで。メイちゃん、どうして泣くの？ごめんなさい。ここにいたいと思うなら、なぜ？俊宗さん、君は本当はずっとここにいたいと言った。どうして本当はって言ったの？え？メイ、
俺は君の記憶が戻らなければいいって何度か思ったことがある。君が何も思い出せないままずっと俺のそばにいてくれたらなって。だけど俊蔵さん、君は思い出した。私ここにいたいです。俺は君を引き止めることはできない。どうしてそんなこと言うんですか。でも俺がもっと怖いのは、君は大事なもののそばに帰らなければならないんだろう。いつか俺の目が見えなくなって、君が絵に返してくれた黒猫が戻ってきた今強く思う。大切な人が絵も描けなくなった俺のそばにいることだ。君を待っている人たちのもとに、それがきっと君のためだ。俊蔵さん、俺だって大切な人にそんな無様な姿を見せることだ。いや、何でもない。俊蔵さん、猫は死ぬ時飼い主のそばから離れて自分の死に様を見せないようにする。君はいるべき場所が分かったんだ。それと同じ気持ちなのかもしれない。帰るべきところに帰らなければならないんだろう。だからせめてこの目に、メイ、顔見せて。この目に焼き付けるから。この目が見えるうちに、メイ。次の川上一さんの公演は八坂池に決定だ。まだ上演していいとは言ってないからな。家庭こと言うなって。これなら代表は間違いなし。いよいよ流行作家の仲間だ。京香ちゃん、京香ちゃんって言うな。残念でしたね。害がなければそれでいい。今夜は満月、満月の夜には何か不思議なことが起こると言いますが。何も起こらなくていい。何もない。来たってよかったな。これできっとお前の絵も認められるよ。自分を愛する作者のところが一番居心地がいいと分かったのだろう。はい。自分の愛する者の居場所はどうする。
やあ、めいちゃん。本当に来たんだ。別に来なくてもよかったのに。満月の夜はね、生き物の血が湧き立つのさ。じっとしてはいられなくなる。そして少し不思議なことが起こりやすくなるんだ。僕の気術が時空の壁を壊し、君をこの時代に運んだようにね。その壁ちゃんと直しといた方がいいと思うけど。でも楽しかったろ。よかった。君がこの時代を好きになってくれて。でも思い出したんだね。うん。私の家は骨董屋で、小さい頃から私には古い者たちの声が聞こえた。めいちゃん、めいちゃん。ねえめいちゃん、今日は楽しかった？お話ししてよ、どんなことでも。でもそのことを話したらみんなに気味悪がられて。あの子、お化けと話せるんだって。気持ち悪い。よく独り言喋ってるし、あの子変わってるよ。それで本当のことを隠すようになった。本心を打ち明けるのは骨董品のみんなの前でだけ。ねえめいちゃん、今日は何したの？中間試験うまくいった？元気出してよめいちゃん。骨董品がたくさんあったあの部屋にいる間だけは普通の子を演じなくて済んだ。だったらやっぱり君はここに残った方がいいんじゃないの？ここなら元の世界よりずっと暮らしやすいよ。確かにそうかもしれない。でも。でも？メイ、私現代に帰るよ。そうか。だけどメイ、最後に少しだけ時間もらえるかな。構わないけど。会わなくちゃいけない人がいるの。行っておいで、メイちゃん。メイ、メイ。シュンソーさん、どうしたのその格好。みっともないからやめろって言っただろ。ごめんなさい。もう帰らなきゃならないんだね。そっか。よかった。間に合って。開けてみて。完成したよ。完成したら君に一番に見せるって言っただろ。俊三さん、君のおかげだ。君のおかげでこの絵が描けた。ありがとう。すごく素敵です。きっと
幸せになるんだよ。新装さんも。ん？書き続けてくださいね。その首巻き、すごくあったかかったです。夕鍋もすごく美味しかったですね。そうだね。大貝さんにも風邪ひかないでって言っておいてください。ねえ、お医者様に見てもらってくださいね。それから、それから、君の絵を描く化けの神になるくらい魂を込めて描くよ。メイちゃん、もう時間だ。ここには戻ってこられない。僕のマジックはあと1回が限界なんだ。チャーリーさん、この根付けがチャーリーさんだったんだ。私、あの時代に行ってよかった。あの時代に行ってやっと玉よりである自分を認められた。私は普通の人より少し出会いが多いだけ、それは
ちっとも後ろめたいことじゃなくて、逆に誇らしいことなんだって思えた。だからもう大丈夫。メイ、シャンソンさん。おぼろ月浮かぶ春の夜は、君を思って筆を握るよ。絵に託したこの想い、君に届くと信じて。開けてみて。これやっと完成したよ。これ私。Thank you.
本日はご来場いただき誠にありがとうございます。はい、ニコ生放送もご覧いただいている皆様本当にありがとうございます。皆様のおかげで、本日無事に明治東京連歌おぼろ月のシャノワール、幕を下ろすことができました。本当に今この場でこの全員とこの立てていることが本当に幸せでいっぱいでございます。名劇は終わってしまいましたが、名公演の方はまだまだ盛り上がりのある作品なのでこれからもよろしくお願いいたします。本当にこのような景色を見れて本当に僕らとても幸せでございます。ちょっと一つだけやりたいことがありますので、皆様お楽な姿勢でいてください。お楽な、すいません、せっかくの光景を本当にすいません。もったいない。はい、ですね、いいですか。本日6月12日じゃないですか。この場でちょっとお祝いしたい方がいまして、お誕生日が近いキャストがいます。その名も荒木さんと塩崎愛理さんです。そうなんだ、知らなかった。風の歩道してもらってもよろしいですか。はい、風の歩道っていう説明、はい、持ちます。持ってるから消してくださいよ。確かにそうですね。じゃあ持ってくれんの、はい、お持ちありがとう。じゃあ知らなかった。願い事を込めて僕見てます、はい、なんかじゃあみんなでおめでとうで風しましょうか。わかりました。いきます。せーの、おめでとう。これはまさかかまいたちの仕業では。いや本当におめでとうございます。いろんなところでいろんなことが起こってもうよく分かんない。収集していこう。サプライズってこういう風になるよね。そうですね。俺も知らなかった。荒木さんが14日で15日ですよね。本当に近いのでこの場をお借りしてちょっとお祝いしたいなと思ったんですけど、一言ずついいですか。今のお気持ちを。あ、はい、はい、ですね。先に行く。先に行ったな。本当にこういうサプライズに弱くてですね、なんというか、こううまい言葉が出てこないんですけども、いや本当に皆さんに祝っていただいて、このカンパニーで駆け抜けた時にこうやってお祝いいただくのは本当に心が嬉しく思います。本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。今年人生3度目のゾロ目を迎える荒木ですけれども、
あっという間にですね、人生の3分の1をこの芸能界という世界で過ごすことになってます。それもですね、職場であったスタッフの皆さんであったり、共演者の皆さんであったり、そしてこうやって今でも応援してくださっている皆さんがいるから、この仕事ができているんだなと思います。この後ですね、4度目のゾロ目を迎える頃には人生の半分を芸能界で生きることになるので、そうですね、そこまで続けられるように精進して頑張っていきたいなと思います。これからもよろしくお願いいたします。はい、ありがとう、わざわざありがとうございます。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 皆様のご協力も本当にありがとうございます。そうですね、ここからはちょっとせっかくですので、キャストの方から一言ずつ順番にお言葉を頂戴したいなと思っております。いいですか？もう一回言う。このタイミングで、はい、このタイミングで。そうなんです。じゃあ黒瀬さんからお願いします。はい、白雪役の黒瀬千鶴子です。本日はご来場誠にありがとうございます。終わってしまいましたが、これ以上にやりがいのある作品はなかったと言っても過言ではないくらい出させていただいて、ね、日替わりのおばちゃんも楽しんでやらせていただいて、ツイッターとかでコメントいただいたり、本当に応援ありがとうございました。これからもめいこいを応援してください。ありがとうございました。じゃあチャリ役の浅戸優也くん、はい、チャリ役浅戸優也です。本日ありがとうございます。はい、そうですね、15公演終えて千秋楽を終えて、あ、ニコ生見てる人もありがとうございます。そうですね、チャリをやれてすごく嬉しかったです。あんまりド M っていうキャラをあんまり やらないのでね。あ、ごめん、コウスケに振った俺が分かった。僕でしたよ。ごめん、いや大丈夫。いや、なんですごく楽しかったです。やってて楽しかったです。はい、ありがとうございます。じゃあ、アイルさんお願いします。小泉役も役、塩崎アイルです。ありがとうございます。なんというか、演じるっていう、なんというかこうスイッチを入れるっていうことが実はあまりなくてですね、役もさんはスッと入ってきて、まるでもののけとして憑依していただいたような感覚で、本当に藤田さんをやってくれている優と一緒にやってるんですけど、本当に自然にできた役でしたし、いや、いきなりぶっこんでくるからね、いつもね。本当怖い。自然にその時パッて浮かぶんですよ。そうしろってここでささやかれてるような、吐けろって、ほふく前進で吐けろって言われてるような。ずっと立ってる、ずっと立ってたから、ね、今日も。吐けた時。何ですか。こうやって僕は自然にやらせてもらったりっていうのは、やっぱりいろんなスタッフさんに支えられて、皆さんに同じ仲間たちにそれを許してもらえて、そしてそれを受け入れていただけるお客様たちに応援していただいて、僕はここに立てていて、それが本当に光栄で、僕は本当に楽しい時間を過ごせました。本当にありがとうございました。さあ、コウスケ。はい、川上音次郎役の東真コウスケです。本日はご来場ありがとうございます。はい、本当に稽古が始まって今日まであっという間で、本当に寂しい気持ちもありますが、今回僕初ミュージカルで2作品目の作品になるんですけど、本当歌もダンスも芝居も所作も何もできなくて、できなかったんですけど、ここにいる先輩たちがたくさん支えてくれて、助けてくれて、ここに今立てています。スタッフさんにももちろん感謝しますし、このカンパニーが僕は大好きです。最後まで応援ありがとうございました。はい、吉岡優役じゃなくて、やば藤田五郎、藤田さんだと、まあ、そうそうそう、藤田五郎役をやりました。吉岡優です。本日はご来場ありがとうございます。本当にそうですね、大変でしたけど、9人でやったなんか達成感というか、いろいろあってですね、本当に楽しかったです、この、ね、1ヶ月半で、まあ、この名恋という作品に出会えて、そしてこの舞台に携われて本当に
幸せでした、また機会があればこのメンバーでやりたいと思ってますのでよろしくお願いします。本日はありがとうございました。じゃあ、トモル君。はい、本日はご来場いただきましてありがとうございました。泉教会の中澤トモルです。そうですね、あ、すいません。ありがとうございます。そうですね、メイコイという作品を通じて、本当に実在した明治時代の偉人、泉教会を演じさせて、名前をお借りして、なんかすごく嬉しかったです。このメイコイという作品と、名劇と、応援してくれた皆様に感謝でいっぱいです。明日から普通の現代人に戻ります、ありがとうございました。はい、森鴎外役の荒木博文です。本日はありがとうございました。9人で一つの舞台を仕上げるというのはとても大変なことで、これが成功できたのも、袖裏舞台裏にいるスタッフの皆さんのおかげだと思います。また最初から最後までみんなで出ずっぱりでできたのも、客席でこうやって応援してくれる皆さんがいたから、最後までやりきることができたんだと思います。心から感謝しています。無事にこのメンバー誰一人欠けることなく千秋楽迎えられたこと感謝いたします。ありがとうございました。はい、綾月メイ役の青木しおと申します。本日ご来場いただいた皆様、ニコ生放送をご覧の皆様、本当に、ありがとうございます。そうですね、本当にあっという間だったんですけれども、本当にここまでやってこられたのも本当にキャストの皆さんもちろん、スタッフの皆さんだったり、こうやって来てくださっているお客様のおかげだと思っていて本当に感謝しています。そうですね、私自身ミュージカルというか歌劇が初めてでして、でこうやったこういった原作のあるものを演じさせていただくのも初めてだったので、すごく最初戸惑いはあったし、いろいろ悩んだんですけれども、なんとか千秋楽を迎えることができました。そしてですね、めいちゃん現代に帰ってきてしまいました。でもやっぱりその明治時代の皆さんだったりみんなだったり、めいちゃんからもらったものはたくさんあるので、今後もそれを大切にして日々精進していきたいと思います。本日は誠にありがとうございました。では最後はこのカンパニーの座長の石田俊宗役、翔平、はい、お願いします。はい、石田俊宗役の橋本翔平です。本日はご来場いただいたお客様、そしてニコ生放送をご覧の皆様、本当にありがとうございます。はい、もうそうですね、正直今この場に立てているというのが本当に夢のようで、全然この立っている自分というものが想像できなくてですね、で正直稽古始まる前だったり、不安でした、とても不安でした。初めての座長ということもありますし、僕にこういうものが務まるのかなというものが本当にいろんな不安要素があったんですけど、でも実際に稽古場に入ったら皆様が本当に支えてもらってですね、コウスケはまだ若いのに必死にみんなに食らいついて、しおんちゃんはお芝居 でずっと支えてもらってて、先輩たちはその分かんないことだったり、この僕がちょっと心折れそうな時とかだったり、もういつも寄り添ってくれてた皆さんです。本当にこのメンバーじゃなかったら僕はこうしてこの場に立ててないなと今改めて実感しました。そして裏で必死と働いてるスタッフさん、綺麗な照明を出しているスタッフさん、音響のスタッフさん、皆様のおかげで本当に素敵な作品を作ることができました。そのスタッフさんに大きな拍手をお送りしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、名劇は今日で終わってしまいますが、先ほどもちょこっと言いました、めいこいの方は今後とももっともっと勢いをつけて、もっともっと面白くなる作品です。どうかこの劇を見て改めてめいこい
プレイしたくなったな、見たくなったなって思うお客様がいたら、それは僕たちにとって僕たちは本当に幸せなことです。これからも、名恋の方、ゲームの方、アニメの方、映画の方、何卒よろしくお願いいたします。改めまして、本日はご来場誠にありがとうございました。ありがとうございました。このメンバーで見た、この景色はこれから僕にとっても、多分このメンバーにとってもこれからずっと残っていく景色だと思います。この初座長がこの名劇で本当に本当に本当に心から良かったなと思ってます。この景色はですね、もう僕の目に焼き付けておきます。これからは明治ではなくて平成のどこかでお会いしましょう。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。